こんにちは、安土川です。こんばんはですかね。もう、寝る時間ですね、そうそうね。あのー、今日の動画は、まあ僕の悩み相談っていうかですね、あのー、皆さんだったらどう考えるのかなってことを、ちょっと、まあ、あのー、少しお聞き願えたら嬉しいんですけども、 僕はですね欲求が激しすぎるんですよ欲求ですね。もうね、あのー、もう欲求でいちいちうずくまっちゃうぐらいなんですよね、この欲求の強さってね、うん。で、また今日変なことを欲求が出てきちゃって、で、い今まではですね、基本的にこれでうまくいって、 たんですよね、ところがですね最近やっぱり自分のこの欲求の強さにやっぱり何て言うんだろうこう恐怖心を感じるようになったっていいますかね前からそうだったんですけどもここに来て何でそんなことやりたいんだろうとか何でそんなこと欲しいんだろうとか何でわざわざそんなことを、あのー、望んでるんだろうとかねすごい欲求なんですよね僕の欲求。 っていうのはですね今まで私は人生やってきてあのー、基本的に、まあ、まあ欲求をそのまストレというぶつけるわけじゃなくてねいろいろその欲求に従ってそれがどうなのかってことをきちんと勉強したりとか研究したりとかお話を聞いたりとかしていろいろ相談にも乗ってもらったりとかしてまあやってきてそれでまあ結果的には良かったんですよね今までの人生。うん 自分のこの欲求に従ってきて、まあそこにはいろんなね、欲求に従うまでにはいろんなプロセスが先ほど説明したようにありますけども、もうあのー、すごいんですよ、欲求っていうのがね。で、今僕、病気もだいぶ、あのー、良くなって、もう、もうね、普通にね、あのー、まあ、お仕事はちょっとまあできませんけども、もう普通に生活してます。ね。あのーなな、なんていうか、まあ、 多少具合悪い日はありますけども、でもまあ、あの、なんていうんだろう、もう、ね、まあ、子供のように、こう、ね、あの、夜8時に寝てとかね、あの、朝7時に起きてとか、まあ、まあ、朝起きる時間はいいと思うんですけども、まあ、そういう生活っていうのは今はもうしてませんね。あの お、お、お、私一回病、病気入院するぐらい、入院したぐらいはかったんですけども、その時は病院の規則に則っ,って、まあ、8時就寝って9時消灯ってことだったので、もう8時にベッドに入って、そのまま、もう次の朝の7時までっていうのは、まあ、 ちょうど5年前ぐらいってそうですね、YouTube 始めたのがちょうど4年ぐらい前なんですけど、まあその5年前っていうのが、まあ私が退院した時なんですけど、病院を退院した時、入院退院した時なんですけども、まあそんな感じだったんですね。それでですね、なんですけども、まあこの私の、今までのこの人生でこの私のこの強い激しくてもうバカみたいにこう、なんて言うんだろう、こう、もうすごいよ のおかげでで私は病気がここまで治ったんだと思いますだってそうでしょう。うん。そうでしょうっていうか、まあ、まあ、なんて言いますかね、あのー、ね、別に病気になれば仕事しなくていいし、ね、お金もらえるんだったらそれでいいし、な、なくなっその、お金がつきそううになってから考えればいいんじゃないかってね。 うん、それだったら多分治んなかったと思うんですよね。でも、でもそういうふうに考えることだってできたわけですよね。うん。なんて言いますか、うん。病気になったんだった、な,なったんだから、仕事しなくていいんだから、家でぐーたー寝てればいいのに。ね。そうやって考えればいいんですけどね、普通はね。 うん、でお,お金ももらえるんだったらとりあえず亡くなるまでな,な,な,なくなるこうあのー、ねもうお金がこうそうそう消えちゃうな,なってなったらそれから働くことを考えればいいわけですしねなんで私は頑張っちゃうんだろうっていつもね。 でも、そのおかげで確かに病気治ったんですよ。うん。まだお薬は当分必要ですけど、あと少なくとも15年、20年は必要なんですかね。相当重症ですからね。うん。まあ、ね、一生お付き合いが必要な病気ですから、まあ、お薬をやめるってことが、ね、どこかに出てくるかもしれないですけど、それだってやっぱりあと10年、20年はかかるわけですし、 ね年を取ると少しね、あの、落ち着いてきて薬やめることできるっていうことがあるらしいんですけどね、そういう場合がね。でもまあ、でも少なくてもまあ、一,、まあ、一生お付き合いをしてくださいっていう病気ですから。うん。で、治んねんだったら、いいじゃん、働かなくていいんだったらって、そういうふうに考えればいいのに、僕は頑張っちゃうんですよね。うん。 オペラの仕事してあれありてこれありてってそしたらなんか今まで何て言うんだろう思いもしなかった病気になってからもっと欲が出てきたっていうかねうんど一体どうなってんだろうと思ってね、うん、具合悪くないだ病気の時のことを思い出してみればそうなんですけど具合悪くなれば具合悪くなるほど欲求が出てくるっていうかね でもその欲求に従って頑張っていくと確かに今治ってるんですよね。うん。うん。でもその欲求っていうのが何て言うんだろう本当にアホみたいなんで。うん。だからまあじ自分のじこの YouTube チャンネルではむしろそれをね自慢にしてたんですけども。ね。 3歳の時にピアノ習ってて、ね、まあピアノの先生のところに行くとね、あの、お子様はやっぱり音大受験なんですかとかね、そういう話ってあったんで僕も音大行きたいなって思ったんですけど、僕ピアノできなかったんで、苦手で辞めちゃったんですよね。でも音大行きたいっていう夢はあったんですけど、でもまあ、ね、ピアノ辞めちゃったし、 音題に夢ななんんて叶わないんだろうなだけど立派な大人になりたいと思って一生懸命頑張ってたら歌が得意だってことが、ね、気がついてそれでそしたら今度立派な大人になりたいわけですからね当時はやっぱりいい学校に行っていい,いい会社に入るってことがステータスでしたからだからね どうやっ大学入れるんだあの有名な早稲田大学入れるんだって考えてたらまあその学校のパンフレット見てたらその国立音楽大学っていうあの大学を見つけましてそれは私の母校で卒業した母校なんですけどもであのまあああのまあ、3歳ですからねあの私が音大行きたいと思ったのって3歳なんでまあ音大っていうとピアノしかないんだろうなと思ってたんですけどもまあその。 オペラ歌を扱ってるっていうことが分かりましてあじゃあこれやってみたいっていことで挑戦してでそのまま受かってみんなと音大生活楽しくエンジョイできたんですけどもだからもうまあほつ,つまんねえんじゃねえかじゃねえかってくらい綺麗に夢が叶ってるんですけどねうんこんなにつまんねえやつ 他にいないんじゃないかってくらい綺麗に自分の夢っていうかそういうものは叶っている人生なんですけどもただその欲求っていうのがもうなんと常識外れなんですよね私のあの欲求っていうのはですねで今回何がねあのだからさもう話すのも恥ずかしいんですよねなんででもこういうのと思い切ってやっぱり喋った方がいいなってね 思ったんですよね。なのでちょっと話しますけども。まあ、私、目があんまり良くないで、メガネこうやってかけてるんですけども、メガネかけてるんですけども、ガラスレンズのメガネが欲しいんですよ。で、今、ちょっと調べてみたら、今95、95%のメガネ、ね、販売が、販売率っていうのはプラスチックレンズなんですよね。30年ぐらい前までは、 あのメガネもガラスレンズだったらしいんですけどもなぜかそのガラスレンズが欲しいんですよね。うん、でなんかさあのさ別に見,見えるからいいじゃないって思うじゃない。無、う、職、ん、ガ,ガラスなんてあの危ないんだからさプラスチックのいいって。うん ね、せっかくプラスチックの文明文明が進化してプラスチックのレンズがあるのなんでわざわざガラスレンズのレンズが欲しいんだろうって思っちゃってもう自分の,、ね、の欲求っていうのがね怖くなっちゃってでも欲しくてたまんなくてもうう,うずくまってるんですよねう布団にうずくまってて欲しい欲しい欲しい」ってなったんですけどもなぜ欲しいか分かんないんですよねうんだ自分の,この欲求の強さに困って ただやっぱりだから、今までもやっぱりそういうのって多くて、今だからこの2020年代、だからこそ常識だけで、常識の一つとして、まあ、挙げられるものですけども、例えば国際結婚がしたいとかね。うん、まだ、あの、そういうのって、あれですけど、国際結婚、もう、だからもう、うん。 いや、普通に日本人とね、あの、近い人と結婚すればいいのに、なんで国際結婚したいんだろうとかね。うん、だって、大変じゃないですか、わざわざ苦労して。ね。新しい言葉を覚えて、新しい言葉でって、うん。なぜか僕は、 国際、国際恋愛、国際結婚っていうの、国際交際っていうのをしたいんですよね。したかったんですよね。意味わかんないじゃないですか。うん。まあ、高校生の時にヨーロッパの歌、まあ、オペラですからね。ヨーロッパが発祥ですから、イタリアが発祥ですから、まあ、歌い始めたんです。まあ、イタリア語のね。まあ、他にもドイツ語とかフランス語とか。日本語も、 ありますけど中国とか韓国とかもありますけどもまあ発祥がイタリアなもんですからやっぱりイタリア語っていうのは基礎なのでイタリア語をねの歌を習う先生から習うわけなんですかねその師匠について習うわけなんですけどもうなんかもう国際恋愛とか国際結婚とかそんなこと頭ばっかりになっちゃう頭いっぱいになっちゃってねうんだってさうん おかしいじゃない、こういうのって。うん、<laughs> 自分のタイプの、タイプっていうかね、僕も男ですからね。自分のタイプの女の子っていうのは、やっぱり、ね、学校行けばクラスで一人か二人はいるんですよね。うん、そんなの当たり前じゃないですか。うん、アプローチ強い,いじゃんって。だけど、だから、うん、外国人がいいって。 どううしてもそう <laughs> だからさおかしいですよね自分のこの欲求ってでもだからこそまあオペラの発生、まあ、これからももっともっとい,いろんな作品さんの歌を覚えていきたいですけどだからこそまあヨーロッパのこのベルカント商法っていうのを習得できた、うん、まあベルカント商法っていのはイタリアの伝統的なあの歌唱法なんですけども 過小法っていうか発生法っていうかね、うん、習得できたんですよね。うん。いや、それ,それは自分にとってとても喜,喜ばしいことだったんですけども、だから、後になって考えるとよかったなって思えるんですけども、なんでそうなっちゃうのかっていうのが、自分でも分かんないんですよね。うん。あとはだから、コンタクトレンズとかも、まあ、今回、メガネ関係であのメガネ関係で話,話しますけど、コンタクトレンズとかね、 うん、僕はあのソフトとハードって両方つけるんですけど今病気なんでねほとんどつけないんですけどもあのオペラやってる時とか結構ねコンタクトレンズつけたんですけどもまあワンデーとかね、まあ、まあコンタクトレンズにはねあの昔ながらのコンタクトレンズっていうのがあってハードコンタクトレンズっていうのとねソフトコンタクトレンズっていうのがあるんですけどもあの今あんまりそういうのってつけませんよね。 うん、まあハードコンタクトレンズはまああったとしてもまあでもソフ,ソフトは買ってないですけどまあでもまあワンデーとかね、うん、ソフトコンタクトレンズだったら昔ながらのだったら大体、ね、値段が同じぐらいだったら、まあ、ツーウィークとかそういうのと合うじゃないですか。うん、でまあオ,オペでやルってうんでまず最初発表会とかにつけようと,と思ってワンデー買って。 その後すぐハードコンンタクトレズだってだって、まあ、まだそんなさあの、まあ、それが学年がね上がってくればだんだんオペラの稽古とかってなってくるのでやっぱりあのコンタクトレンズが必要だなっていうのは分かる気がしますけども別にメガネかけてやったってねリハーサルと本番にあのコンタクトをつけていえば大丈夫なので普通はね。 あ,のなんあとその前は眼鏡かけててよ,よっぽど激しい演技しない限りはね、まあ、激しい演技するんだったらそもそもハードもとあのと落ちちゃうんでだ,だめですけどもあの、うん、な,なんかそのワンデー買,い終わっ,買ってあのー、これでいいかなと思ったらねハードクンレンズが欲しくなっちゃってハード買ったんですよね。 で,それで,でも学年が上がってからですね学年が上がってからっていうかオペラの稽古やるときに23年つけてましたね、うん、ち,ょちょっと長くつけすぎだってと思ってちょっと反省してますけどもうちょっと早く買い替えてもいいかなよかったかなと思うんですけども、うん、あの時はうは、ん、オペラの稽古やったときにはずーっとハードエンドつけてましたね <laughs> オペラ文した時だからさでうんで、うん なんで自分はいつもこうなっちゃうんですかねってねそこなんですよね。うん、で、今回は眼鏡のガラスレンズが欲しいっていう。でもう今ベッドでそんなものいらねえよって自分に言いかしてベッドでうずくまったんですけども、も欲求が激しすぎて、もう頭痛がするぐらいすごい欲求で、うんもう、もう、喉から手が出てくるぐらいの勢いなんですけども。 うん、まあ確かにまあガラスレンズのメリットっていうのはありますよね。私料理をするのでまあ特に中華鍋とかってねやるとあのかなり火力が強くて高い温度でやるのでそうするとやっぱりプラスチックだと駄目になっちゃうのでガラスレンズの方がいい,よいいですよって書いてあったんですけどもでも今はプラスチックレンズでも高温に対応してるっていうふうにあの あ、暑いものに対応してて、あのー、なんていうの、車の中に放置しておいても大丈夫だみたいな書いてあって、だったらガスエンジンなんていらねえんじゃないかって、でも欲しいと思っちゃうんですよね。うん。あと、は車の時もそうでしたね。車。僕、車の免許、大学の卒,卒業した時に記念で、記念というかまあ、な、何もお前資格持ってないからっていうことで、あのー、まあ卒業記念に お金出してもらったんですね免許のねでまあ限定なしですよねで取ったんですけどもなんでわざわざ限定なしで取ろうとするかってそこなんですよね。うん、いや実際取れたからよかったんですけど全然普通にできたからよかったんですけどねオートマ限定で取れば別に何にも苦労しなかったのに。 なんでわざわざそういう道を自分は選んじゃうんだろうってね、うん、いやいやマニュアルの車が運転したくてしょうがなくて、うん、でも教習所でまあ自分そんなに置買えないんで車は自分で買えないんでねそうすると、まあ、まあ大学卒業した後家族の乗った車乗りましたけど、まあ、マニュアルなんて買いませんよねうん教習車でしかまあ乗ったことないんですよマニュアルなんていうのはねいや別に普通に運転できましたよ もう別に全然普通にあの,あのちゃんと最終的にはきちんともうメイクちゃんと取れたんですけどもなんでいや普通に限定でいいじゃないですか別に、うん、だってマニュアルをわざわざ買う方が今大変なんだもちろんト,トラックとかねそういうあの仕事で車使うんだったらまああの、ま、マニュアル取らないけど、ま、マニュアルとかねマニュアル運転できないとなかなか難しいですけども。 うん、でも、なんで限定なしでと取ろうとしたんだろうとかね。うん、で、まあや、やってみてどうだったかってよかったですね。でもさ、怖いじゃないですか、なんか。うん、だって別に限定の免許で、だって別に何も困んないですよ。うん、だそれだもしなんか車お車使いたいってなったら、 4時間か5時間でまた限定解除できるんですかその時、いや、いいじゃんって思うんですけども、ね普通に考えたらそうじゃないですか。うん、でもなんかね、うん、でも、マニュアルで覚えてる車良かったですね。はい。すっごい良かったです。すっげえ良かった。マニュアルで覚えてる車。いや、車の基本っていうのはマニュアルなんだな。 うん、オートマが運転できてもマニュアル版運転できないけどマニュアルが運転できればオートマ運転できるってね、うん、だからマニュアルで免許を取ったからこそ分かる車間距離とかねやっぱり最近のオートマの車で乗って 覚えちゃうと、その、要するに、オートマって坂道の時とか後ろに下がることがないので、まあ、坂道じゃなくてもちょっと傾斜があると、あの、マニュア用の車って後ろに下がっちゃったりするんですけども、オートマだとそういうことがないじゃないですか、クリ,クリープ現象っていうのがあるので。うん。でも、そうすると、こう、車間っていうのを信号止まるときに詰めすぎちゃうっていうのがあるんですけども、自分はマニュア用で撮ったんで、ちゃんと車間開けてるんですよね。うん。うん 1で一回自分ね車を運転してて失敗したなってことがあったんですけどもあのちょっと緩い傾斜があって上り坂で上り坂でトラックが前に止まったんですねで横に道がちょっとあの交,交差点というか定時用になってたので定時用でおおお私がこ,こういう感じで定時用をこう。 こう,こうなっててこういうふうに行こうと思ってちょうどあの車が入ってくるんじゃないかなと思って入れてあげようと思ってちょっと前に詰めたんですね、えー、そしたらト,トラックの人が、まあ、坂道に発進したの分かったんですけども、うん、一回ちょっとそういうあのち,ょちょっと怖いなってことがあ,のあってちょ,ちょっとトラックの運転手さんにはちょっとあの何てんですか緊張させる思いをさせちゃったなと思うんですけどもですけども マニュアルで免許を取ったから、車間距離を開けて、ちゃんと信号、信号あのと、ちゃんと,と,と止まるんですよ。でもオートマだったら自分が下がるって感覚は分かんないから、多分詰めちゃうと思うんですよね。うん。だそれはだから、やってみて結果的に良かったっていうか。うん。マニュアルで取ったからこそ、要するにマニュアルって操作が複雑なんで、あのー、なんて言うんだろう。 この状態でこういう運転されたら大変だろうなっていう、こういう、うん、っていうのはあるんですよね。うん。でも、仕事、あの、日本の乗用車の98%はオートマ車ですけれども、仕事の車はまだ70%、仕事の車、車全体、車全体とか、自動車全体で、その、仕事の,あの、お車を含めると、大体70%はまだマニュアルなんですよね。 うん、オートマはまだ三十パーセントしかなくて、全体で合わせるとね。そうすると、マニュアルで、う、で走ってるく。あの、お車の方が。どうでは圧倒的に多いので。そうすると、やっぱり、そういう。ことができる。と。うん。まあ。結構気持ちよく運転できたっていうか、ね、要するに、あの。 お互いにこう、いざこざにならないでスーっとスムーズに運転できたっていうのは、後になってみたらよかったですね。うん。オートマで覚えたら、例えば、ちょっと傾斜があった時に、後ろに下がるって感覚は分かんないから、僕は全てだと思うんですよね、多分ね。 うん、今病気なんでちょっと運転できないですけども。うんあのー、でも、うん、マニュアルで撮ったから、あ、ちょっと車間距離を開けとこうって、こ下がったら大変だなとかね。わざわざ坂道発進でこう緊張させちゃうとまずいなとかね。うん、そういうのが、結果的には良かったんですよね。ただ、なんでそれが欲しいのかっていうのが、 その、毎回毎回怖いんですよね。で、私も病気で一番具合悪い時にオペラの仕事をやりたいと思ったんですよ。かおかしいじゃないですか。だって治るかどうかなってわかんない人生そんなのさ。うん。な、治る見込みがあってね、最近ちょっと具合、調子良くなってきたっていうのある、あ,あるのはいいけど、こんな具合悪い状態でなんでオペラの仕事をやりたいんだろうっつって、でもそれ YouTube 始めたんですよね、これでね。うん。どうしてもオペラが歌いたくて。うん。 ア,アホなんじゃねえのって自分で思ってね。本当に。いや、今調子良くて順調に人生うまくいってるかって言うんだったらわかりますよ。うん、ねあの、こう、今人生順調ですげえうまくいっててもうの、波に乗ってて、このままオペラの仕事なんかできちゃったら最高だぜ、みたいなだったらわかりますよ。うん、絶望に立たさえれ,れば立たさえるほどすごい強い欲求が出てくるんですよね。 オペラ歌手何なんだろうってねで病気になるちょっと前までは休みたいと思ってましたからね、うん、もうこんなに仕事忙しくてこんなに勉強忙しくてちょっと休みてえなと思ってでゴーンってそのまま病気になっちゃったんですよね具合悪くてそしたら「オペラの仕事やりてえて」何なんだよ俺」ってね、うん、で,で今回のことはそのガラスメガネのメガネが欲しいとガラスレンズですね うん、もうあの喉から手が出てくるほど欲しいんですけども、うん、でも普通に常識的に考えてどう考えてもそメリットっていうのが思いつかないっていうかね、うん、何やってんだろうって自分で、うん、いやおおおとりあえず買えるだけのお金はありますけど。 危ないじゃないですか。まあもちろん昔の人はみんなガラスのレンズでしたけども、だから別に問題ないんだってもそうかもしれないですけど、せっかくプラスチックのレンズをこう作ってくださっているそういうね、文明の優しさっていうのがあるのに、なんでわざわざガラスのメガネかけたいんだろうって。<laughs> 自分でも怖いんですよ、その欲求っていうのがね。うん。今までそれが何一つ失敗に終わ,終わることがなかった。 逆に言えば今まで一つも失敗しないいってのは怖いですよね次失敗するかもしれないというんだ自分でも何考えてるんのもしかしたらこれ動画でちょっと喋って誰か聞いてくれればもしかしたら欲求収まるかなとかそういうことも考えてるんですからねなんでそういうわざわざあのなんていうんだろその大変な思いをしてそんなにやりたいんだろうって自分でもわけわかんないですよね。うーん だって僕なんかまあ、あのーまあ、歌が得意で歌を仕事にしたいなって思ったんですけどただ僕はね、あのー、やっぱりまあ、あのー、ご,ご両親からやっぱり学校は出てほしいってことだったんで、まあ、高校大学ってことを考えるとやっぱり、まあ、オペラかなって思ったんですけどもで,ですけども別に、あのー、音大出てからポップスの方に変転校すればいいじゃないですか。 ねえ。だなんでわざわざ、僕、だって、中学の時、英語 B ですよ。語学 B ですよ、成績。なんでわざわざ一番 B の苦労をしてまでオペラをやりたいの外国語で歌いたいのがもちろん日本語もありますけどね。うん。そこなんですよね。まあ、今まで自分の人生論ってことでは、 でこう発信したところにはそ,そ,それが必要だってことなんですけども逆に言えばそこまでして自分は何か得たいものが合うのかなって、うん、確かにオペラが歌えたら最高だけどた,ただ歌える仕事をしてるんだったら別に他に仕事合うでしょうってねなんでオペラじゃないといけないんだって自分でねオペラじゃないとダメって言うんですよねうん。 自分の中でオペラじゃないと納得できないんですよね、僕ね。うん、苦労するのって目に見えてますよ、うん。でも、オペラがやりたいんですよ。<laughs> ただ自分何やってんだろうなって、ほね。あのー、自分でも呆れちゃうんですよ、この欲求の強さに。ちょっと今日はねこ、こんなこと喋っていましたけど。あまあが、ガス抜きって感じですかね。 だからなんでそんなのは欲しいのかっていうさそこなんですよねいいじゃないこれでこんな立派なねこんな立派なのを作ってもらってねメガネ屋さんに、うん、これ使えばいいじゃないですか別にね普通に考えて何でガラスのレンズがないとダメなんだって すっげ欲しいんですよ。うわーってぐらい欲しいんですよ。うん、もうでさっきね言いましたけどベッてうずくまってましたよ欲しすぎてそのガラスレンズのメガネはねだからなんでわざわざそのね、あのー、今95%のメガネがプラスチックレンズに変わってさ割れると危ないからってことでね なんでわざわざ俺はガラスレンズ、ガラスレンズのメガネが欲しいとかって、そこは常識的に考えておかしいんですよね。うん。確かに料理とかするとき、あのー、ね、こう、高温の環境というか暑いところではやっぱりガラスレンズの方が変形し、ね、プラスチックみたいに変形しないからいいっていうのはありますけれども、でも別に今プラスチックレンズでもそういうのってあるでしょう。 ねえ、サウナに入っても大丈夫なプラスチックレンズとかあるんですけど、それでいいじゃないですか。なんでわざわざガウスレンズを、ね、<laughs> 自分でもなんか、もう、この、この、あの、ねあまあそういう感じです。ちょっと、今日はちょっとそういう気持ちを伝えてみました。どうもありがとうございます。